タスクとして割り当てたいメッセージの3点リーダーをクリック、スペースのタスクを作成をクリック、日時を追加して、必要に応じて時刻も設定、 OK をクリック、割り当て先をクリックして、割り当てたい人をクリック、追加をクリックすると教頭先生にタスクが割り当てられました。タスクは上の方のタスクをクリックすると確認できます。タスクが完了したらチェックを入れましょう。タスクの完了が通知されます。タスクは自分にも設定できます。メッセージの3点リーダーをクリックして、スペースのタスクを作成をクリック、日時を設定して、割り当て先を自分に設定、追加をクリックすると自分にタスクが割り当てられます。タスクはスペースに参加している全員に表示されるので、全員で進捗を確認することができます。超絶簡単です。